世界の新型コロナウイルス感染者は急拡大。東京。世界の新型コロナウイルス感染者は急拡大していて、死者は1万8000人を上回る事態となっています。人間はもう終わりだ。東京オリンピックの延期が決まり、全国各地で困惑の声も上がっています。お疲れ様でした。ガソリンかけて燃やしちゃえ。